ナポレオン・ラジョイは、アメリカ合衆国ロードアイランド州、ウーン・ソケット出身のプロ野球選手、右投げ右打ち。1900年代1910年代に、メジャーリーグベースボールで活躍し、20世紀初の三冠王。日本のメディアでは、ラジョイと表記されることが多いが、実際は、ラジャウェイ・ルエイと呼ばれている。フランス系カナダ人の血を引くラジョイは、 優雅で洗練されたプレーでファンのみならず選手からも尊敬される存在だった。二類守備も堅実で広い守備範囲を誇った。1896年にフィラデルフィアフィリーズに一類手として入団。三年目の1898年から二類手として活躍した。アメリカンリーグがメジャーリーグ宣言した1901年にまだ強引な選手引き抜きが多かった頃に 同じフィラデルフィアにアメリカンリーグの球団としてアスレチックスが誕生しオーナー兼監督のコニーマックがラジョイと4年で24000ドルの契約を合意に結びフィラデルフィアアスレチックスに移籍したこれは前年のシーズン終了後にフィリーズとの契約公開で年俸2500ドルのラジョイの要求をフィリーズが拒んだためそこへコニーマックから破格の金額提示で アメリカンリーグに移ったとされている。しかしそれに激怒したフィリーズは契約の無効を裁判所に訴え、1901年のシーズン中には判決が下りなかったため、この年はフィラデルフィアアスレチックスでプレーした。この時にラジオイは打率426、得点145、アンダ232、打点125、本類打14で、 すべてアメリカンリーグのトップとなった。これは近代野球がこの1901年から始まったとすれば最初の三冠王である。ところが翌1902年のシーズンが開幕してからペンシルベニア州の裁判所がアスレチックスとの契約を無効としてラジョイにフィリーズに戻る判決を下した。ここでアメリカンリーグのジョンソン会長とアスレチックスの コニーマック監督は事態を収集させるため、アスレティックスとの契約をクリーブランド・ブロンコスに譲渡させて、フィリーズも定層を取り下げて、この年からクリーブランドでプレーすることになった。そして球団は相性をブロンコスからラジョイにちなんで、クリーブランド・ナップスと解消した。ここからラジョイのクリーブランドにおける活躍が始まった。特に1905年から1916年まで、 玉製体カップとは同じアメリカンリーグでしのぎを削った。1910年の首位打者争いは非常に有名であり、シーズン最終日時点でカップが509打数196安打で打率385に対しラジオイは打率376と9輪差。首位打者を確信したカップは試合を欠場。しかしラジオイは セントルイスブラウンズ戦のダブルヘッダーで9打数8、アンダ、遊撃手の失策とされた一打がアンダになっていれば、逆転で、首位打者というところまで迫った。ところがそのうちの7本は3塁へのバントアンダで、これは相手チームのセントルイスブラウンズの監督、ジャック・オコナーが当時人気の高かったラジョイにタイトルを勝ち取らせるために、3塁手に、 後ろに下がってプレイしろと命じた結果のものだった。しかし、露骨なシフトだったため、この八を調が発覚し、結局、公式な首位打者は、カップとなったものの、首位打者に送られる商品のマックスウェル・チャルマーズ社の、車は両者に与えられることになった。1981年、スポーティングニュース社により1910年の集計に、誤りが指摘され、 カップの成績が509打数196アンダではなく506打数194アンダであるとし、カップの打率は385から383に修正され、シーズン打率は2位に交代した。しかしコミッショナー特別委員会は、八オ町の影響もあってか、首位打者の変更を認めず、ラジオイはシーズン打率1位でありながら首位打者を逃した選手となった。 MLB 公式記録でもカップは509打数196アンダで打率385のままである。3割以上を打ったのが16シーズンで1917年にマイナーリーグに落ちインターナショナルリーグで151試合に出場し、打率380で首位打者となった。その時は彼は42歳であった。インディアンス球団記録。 ありがとうございます。